はい、皆様おはこんこ、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015斉藤和美サムライブチパート11ですかね、やっていきたいと思います。で、今回がね、西武戦、そうですね、公式戦の、後半戦の2戦目かな、1戦目がオリックスやったと思いますの西武戦ですね。相手は菊池雄星ということで、まあ、相手に不足はないかなというところですね。でね、個人的な話ではありますが、プロスピアルの1週間ぶりぐらいです。ちょっとね、がっつり予定が入って取れる時間がなくて、予定というか、まあ、仕事が忙しかったんですけどね、なかなか取れる時間がなくて、結構ねストックしてた動画もねなくなりつつあるので、ちょっとね焦り気味ではあるんですが、まあそろそろね、まあお盆休みも入ってきますし、ある程度時間が取れてくるんではないかなという ところで、まあね頑張っていきたいかなと思います。今撮ってるのが7月の24日です。皆さん給料日じゃないですかね。まあこういうね長々とした前話はいいとして、早速やっていきましょう。一応難易度ね、スピリッツ固定でやってます。 あと一応ね、今回から、投球ポイントをノーマルからリアルにしていきたいかなと思ってます。で、今の個人成績はこんな感じ。19勝1敗で防御率が 0.77 ということで、まあすごくいい感じでは来てますね。まあ今日勝てば20勝、チームもマジックは26ということで、まあ、チームも個人もすごくいい感じで来てますんで、この流れに乗ってねやっていきましょう。じゃあ早速やっていきましょう。今日はねヤフオクドームですね。いや調子いいんかい、勘弁してほしいな。はい、柳田、いやリクエストがね最近たくさん来るようになってもらってすごく嬉しいんですけど、まあやりたいゲームも何個かあるので、まあ並行してやっていきたいかなとは思ってるんですけどね、もう10個以上もらってて、いや嬉しい半分、やらないとなっていう危機感半分といった感じですね。まあ同じような内容のリクエストも何個かもらったりとか、まあ一人一人違うリクエストをもらったりとかっていうので、やっぱりもらったリクエストはね全部やっていきたいかなっていう気はするんですけど、まあ、やっぱりねどうしてもずっと同じことをやってるとね作業劇になってしまうっていうのが怖いんですよね。僕自身楽しくプロスピをやっていきたいけど、その動画を撮ってない時とかにねこうなんかああと思いながらやるっていうのもちょっと好きじゃないので、まあそこはねおいおいいろんなものを兼ね合いながら。けど近藤首位打者だね、すごい初めてじゃないかな。このままタイトル取ってほしいね。そんな感じですね今の、ところは。だからある程度ね、リクエストに応えながら、まあある程度自分がやりたいようにって感じで、まあプロスピの場合はほとんどリクエストで応えていきたいかなとは思ってます。いろんなリクエスト来ましたよ。新井さんでやってほしいとか、いいねって思いながらね、まあ全部言うとね、なんか何やっちゃうか分かっちゃうんで、新井さん何個か言われたんで、一応例としてあげてますけど、まあね、本当に楽しくやっていきたいかなと思ってます。でね、リーガ如くを今やってるんですけど、リーガ如くはね、一旦、まあもうこの動画を出してる時は、あれかな、もうリーガ如くは終わらしてるのかな。多分ね、栄冠ナイオンやってるんじゃないかなと思います。その著作権の問題とかでね、その4からは結構厳しくなるっていうことをネットで見たので、まあそうやね、違うゲームもしてみたいなっていうことで、栄冠9がね、僕いつも言うように、結構ね人の動画を見るんで、それを見ててね栄冠9面白そうやなっていうことで、リュウオト君のとこは栄冠9で、もしかしたらね、そのプロスピを2つ、いつも3つ上げてるんですけど、2つにしてね、もう1つ何かゲームをやり始めてるかもしれません。こればっかりはね、時間の兼ね合いとか、やっぱり、多分野球好きの方が結構チャンネル登録してくれてると思うんで、あまり好評じゃなかったら、あんまり長く続けたりもしないですし、まあそこはね、見てくれる方の、その、まあ、僕はねその見てくれてる方はどのような感じで見てくれてる方は分かんないですけど、一応ね再生回数とかねチャンネル登録とか、まあ、コメントとからへんでねある程度のことは理解できるので、そこでまあ好評であればごめん続けていくし、まああまり不評であればねまたいろいろと考えて、まあ
こればっかりはね、本当危ない。当たりに当たっているという感じですよね。打ちました。これはどうか。ごめん、間違えた。間違えた。2アウトランナー2塁となりました。まあこればっかりはね、本当僕自身やりたい半分、まあやりたい2割ぐらいかな、見てくれる人のために8割やっていきたいと思ってるので、しっかりしのいでこのを保っていきたい。前ではアウンバウンド、同点のランナーが3塁を回った。いやー、イラン守備したからね、失点したね。あかんね、久しぶりのプロスピ。なんで四角押したんやろ。ライオンズちょっとベラベラと雑談を喋ってダメですね。いやでもまあそんな感じでね、やっていきたいかなと今のところは考えてます、うん、本当はねプロスピ3本、その栄冠ない1本で、もう一つ新しいゲームを1本という形ではやりたいんですけど、ちょっとね5つも出せる余裕がないんですよね、正直ね、うん、厳しいよね。時間っていうものはね、皆さん限られてますからね。こればっかりはほんとね、1日24時間じゃなくて50時間ぐらいやってくれたらいいのになっていつも思うんですけどね、まあ、なかなかそれは難しいんでね、うん、まあやれる範囲で皆さんに楽しんでもらえるように、うん、まあほんとおかげさまでね、ある程度チャンネル登録も伸びてきてくれて、あまり意識はしてないつもりはいるんですけど、やっぱり増えてくれる分にはね嬉しいんで、まあ、減る分には悲しいですけど、まあ増えてくれる分には本当に減るもんじゃないんでね、あこういう方が見てくれてるんだなって、コメントもねあまり来てなかったんですけど、まあ最近ぼちぼち7月24日現在ですけどね、そのなんか急にこうコンポンポンポンってコメント数が伸びてきて、まあ、嬉しいなーっていうことでね、うん、こうした方がいいよとか、こういうのやってほしいですとか、嬉しいなーと思いながらね、うん、普通のショートゴロやん、頼むわほんま。よし、しっかりしましょう、うん、だからまあそんな感じでこれからも楽しくやっていきたいと思います。うん、インコース決めてきた。まあ本当に、うわー甘かった、レフト線、うわー入ったか、やべー。よし、ちょっと雑談禁止やろうか、うん、ワンアウト三塁二塁です。ちょっと真面目にしましょうかね。どうする、定位置一点 OK、 三振取りたいね。どうする、外角のストレートから行こうか。なるほど、そうですね、ナイスボー、完璧じゃない。ちょっとなんか動画がクッてなったけど、できればここでストライクが取りたい。多分ね、きっとカーブの次はストレート系を来ると思ってると思うんですよ。そこであえてカットボール、よし OK、 振れ、絶対振れ。空気を読まないというか、空気を読んでるというか、どうする、多分裏をかくなら高めからのスローカーブやと思うね。たまにやるじゃん、かずみちゃんね、多分表で行くなら多分もう一球フォークボールか外角のストレートやと思うね。よし、もう一球スプリット行こう、振らなかったらその時は平行カウント、強い当たり、一塁間抜けた、もう最悪、ホームへ、サードランナーホームイン。うわー、一番やっちゃいけない点の取られ方した。ライオンズ警戒していた相手ですが、いやー、そんなに甘く入れるつもりはなかったんですけどね、やられちゃったね。いやー、いや、まあいいや、ガヤガヤ言ってもしょうがないんでね。よし、ゲッツ、これあるよ、 OK、 よし、危ねー、よし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 、 OKOK、 で何の話してたっけ。ああ、そう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 、まあそういう感じで4本立てで、毎日4本立てで、まあできるところまでやっていきたいかな。まあこればっかりはね、仕事の関係、プライベートの関係もあるんで、まあその動画作ってる方、動画をね知ってる、作り方を知ってる方っていうのはね、ある程度分かってくれるとは思うんですけど、一つの動画作るのにもね、撮るの、これうわやばい、 OK OK OK、 これ1本撮るのが20分でしょ、で編集するので10分から20分ですよ、でそれをエンコードするのがまた30、40分かかるんですよね。
でサムネイル作るのが一つ15分ぐらいかかるんですよね。だそうなると1本の動画作るの2時間ぐらいかかるんですよね、正直。もっとあの動画数、動画時間が短いやつとか垂れ流しできるやつとかはもうちょっと早くできるんですけど、だいたい1本の動画1時間半から2時間かかるんですよね、トータル合わせるとね。だからやっぱり1日その4つ上げるってことは1日その動画についてまあ6時間から8時間ぐらいはかかるってことなんですよね。でまあ暇な時間とかにある程度その動画を作るようにしてるんですけど、やっぱりどうしてもねストックっていうものがなくなりつつある時もあるんで、今のこの形式がどこまでやれるかっていうのは まだわからないんですけど、やれる範囲でね、あまりそのなんていうのかな、時間がないとか、あの金ないから遊びに行けないみたいなね、金ないから遊びに行けないって言われるめっちゃムカつくでしょ。僕めっちゃムカつくんですよね。じゃあ働けよって話なんですよ。金ないわみたいな、僕あんまり好きじゃないんですよね。俺と一緒でね、時間ないからちょっと出されへんわみたいな、あんまりちょっと好きじゃないんでね、どうにかこうにかしてねやっていきたいと思ってるんで、2球目打ちました。まあこれからもね、あの本当暇な時間ね、あの時間潰しとか、まあ勉強の合間、電車の時とかに、まあね、気楽に見ていただけるとこれからも嬉しいかな。でそこでちょいちょいっとコメントね、別にどんなことでもいいんで書いていただけると、まあ、励みになるかなっていうことなんで、お願いいたします。いやね、最近本当暑いですよね、正直。もう雑談しかしてない、もう本当。もう最近あれですよね、そのバッティングソーダの方の時は結構ね真面目にというか、結構雑談なしでこうプレーに集中するってことが多いんですけど、まあこのピッチャー操作の時っていうのはどうしてもね、なんかずっと喋っちゃうんですよね。だからね、あのあんまりこうまいことこう投球できてないと思うんですけど、まあ全部が全部ねクソ真面目に動画出したところでね、見ててる人も面白くないかなっていうことで、まあ僕のその日常会話を聞いたところでね、そのおもろいかって言われたらそれはちょっと僕は何とも言えないんですけど、それ打つかよ。まあ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 、なんでね、まあ、ある程度こう雑談をしながらやっていきたいかなと思うんですけど、とりあえず暑いっすよね。僕の部屋つくづく言ってるんですけどクーラーがないんですよ。でね、実況するときってドアを閉め切るんで、あの部屋の温度が32度とかになるんですよね。いやもう耐えられないよ本当。32度やで、もう何もしてなくても暑いもん。まあね、そのクーラーなし生活を送って、まあ、クーラーなしのところに寝るようになって22年、まあ、僕22歳なんですけどね、慣れちゃ慣れたんですけど、ドアを閉め切るっていうのは大変やね。よし完璧、超えてほしいよね、カズミみたいにね、あのサイドカズミみたいにシャーみたいなね、やってほしいなと。いいね、そういう援護助かる。よしよし、まあ、ある程度その投球フォームじゃなくて投球の方をノーマルからリアルの方にしたんで、あれでちょっと合わせにくいなっていう感じはするんですけど、てかよう打たれるね。9A やで、 9A のリアルでちょっと浮き上がってくる150何キロのストレートをあんな綺麗に弾き返せるもんかな。こればっかりはね、ゲーム中の話なんなんとも言えないんですけど、すごく疑問になるときはありますね。まあその暑い、部屋暑い話なんですけど、いや暑いよね、もうどの地方も今暑いんじゃないかな。まあこれ動画出すとき多分8月の10日あたりだと思うんで、もっと暑くなってると思うんですけど、なんとかなるのかね。まあ、常に10度とも嫌ですけど、常に30度の方がもっと嫌ですよね。それならできれば常に10度ぐらいであっていただきたい。皆さん寒いのと暑いのどっちが好きですか？僕は絶対寒いのと思うんですけどね。
最後はライトフライ。まあ、正直そん海とかももう今年も 1,2 回行きましたけど、まあね、今ものすごく日焼けしてすごいことになってるんですけど、川ズルズル向けでね、うん、まあ別に海が嫌いとかね、バーベキューが嫌いとか全然そういうわけじゃないんですけど、暑いのがね、あ、たまったもんじゃないよね正直ね、うん、マジで、うわ、ライバッチ、これは嫉妬でしたね、これは嫉妬でしたね、あ、やばい、防御率がやばい、せっかく頑張ってきたのに。いやー、その金子千尋の時もね、もうちょっとでやられたよね、 1.3 点だったっけ、 1.14 とかじゃなかった気がする、違ったかな、そう忘れた後で自分の動画見て見直しときますけど、やばい、あ、これはセンターフライじゃない、取って、よし、いやこれ今一塁投げたらありえたよ、柳田の肩やったらね、まあいいけど、まあそうですね、その、まあ、ゲーム中の話をやるとやっぱり0点台でせっかく狙ってるんで、多分ほとんどのタイトルは取れると思うんですよね、三振、防御率、勝ち数、まあ、勝ち数というか勝率で勝ち星、うん、ほとんど取れると思うんですよ正直、まあ多分被安打数も1位取れると思うんですよ、だからよし完璧、なんとかね、その防御率0点台のエースほとんどいないんじゃないかな、その歴代見てもそのね、こう0点台、1年間通して0点台やったピッチャーってね、うん、頼む、勝って、よし完璧、いいね、いや今回はほとんど雑談みたいになっちゃいましたけど、まあ、久しぶりのプロスピということでね、まあちょっと見苦しい部分もあったんじゃないかなとは思うんですけど、まあ要所要所はね締めれたんじゃないかな、うん、まああの守備のミスで1点取られたのと、あのホームランちょっといらなかったですけど、とりあえず20勝目ね、まあ、節目の1勝をこの8月中にできたっていうのはね、まあ、これからの励みになっていくんじゃないかな、うん、まあどのピッチャー操作よりも多分一番早く20勝したんじゃないかな、22勝が一番今までで勝ち星を挙げたと思うんで、それをなんとか超えていきたいですね、あと何回ぐらい登板あるんかな、違う、まあ順番にいくと 1,2,3,4,5,6 あと6回ぐらいかな、うん、で、次回は楽天戦はここで登板するから、ファイターズ戦かな、いや楽天どうする、取っちゃう、そう、でも3連戦な、どっちにしろ3連戦っぽくなっちゃうんですよね、次回行こうか、じゃあここの21日取りましょう、次はね、ということで次回は、楽天戦21日の登板を取っていきたいと思います、まあ、できればねその優勝の瞬間とかを動画に収めたいんですけど、ちょっと難しいかな、24マジック24、まあ、最短で12勝、まあ、12戦、まあ、最高でも、まあ、最高やったらちょっと分かんないですけど、うん、まあまだまだ何とも言えないところですけど、まあ優勝は固いんじゃないかなと思ってます、だからクライマックスシリーズもね楽しくやっていきましょう、まあ、斎藤和美ねあんまりクライマックスシリーズ強くないってことはデータとして出てるんですけど、まあね本物の方はね、でもまあこっちはね打ち勝ってやっていきたいと思います、それではご視聴ありがとうございました、また次回見ていただけたらと思います、ではねお疲れ様でした、宗介でした、それではねさようなら。